申します。で、高等学校、ここですね、ここの教員でして、で、2年目なんですね。で、その前は通信会社で営業していて、実はこの iPad とかを法人のお客様に売っていたんです。で、でもなんとなくなぜその会社に入ったかっていうと、iPad を使って教育って変えられないのかなって思って入ったのに、そういう部署には行けず、まあ、もともと教員志望だったんで転職したら、なんとこのコーランが私が入った1年目の時に iPad を導入するっていうのが決まって、なんともあのこう運命を感じています、はい。で、まあ、社会科の教員で公民分野を担当しています。でこの写真なんですけれども、はい、あの広島の写真があって、ちょっと平和学習にすごい興味があって、で戦争を体験していない生徒が今後どういうふうに戦争体験を引き継ぐのかっていうのに興味がある、そういう話もちょっと興味がある方がいたら名刺交換させていただければなというふうに思います。あとはこれ趣味なんですけど、まあ、これが好きなんですね、はい。で、先生方はもうちょっと自己紹介していただきたいですね。なんとなく今こう緊張している雰囲気があるんですけども、私授業の中でよく3人1組でちょっと話してみてっていうのをちょくちょく入れています。で、それを先生方にもやっていただきたいです。なぜかというと、それをやるだけでだいぶ生徒が授業の雰囲気に馴染むんですね。で、毎回毎回週2回私授業を持ってるんですけども、まあ慣れてるんですけど、私の顔はみんな慣れてるんですけど、だけどこう授業に向かう姿勢なのかな、気持ちなのかなっていうとまたちょっと違うんですね。なんでちょっと皆さんもやっていただきたいなと思います。はい。で、近くの3人、まあなんかあの、うん、俺らかなみたいなのが多分分かると思うんですけども、まあ、なんか3人で、3人ですかね、3人でとか。で、名前と学校名とどこから来たのかっていうと、なんで参加したのかっていうのを簡単に、ね、言ってほしいんですね。はい。じゃあまず、こういうの便利なんですよ、はい、50秒でやるからねとか言うとこう映し出せるんですね、はい。じゃあお一人目、誰からでもいいので、はい、お願いします。はじめが自分で、あ、これどこの川のラインだけど、これ河川湖じゃないかなってこう探
ばしてで書き込むんですね。で生徒たちでこう見せ合いっこして3人で1人とか見せ合いっこして私石狩川で見つけたとかね、私利根川で見つけたとか、まあ、そういったことを言いながら実際あるもんなんだねというようなね内容をやっていたりします。はい。であとは、まあ、こういうふうに教科書とかから持ってきた画像でこれの具体的なところはどこ室戸岬とか、まあ、そういったふうに生徒たちが自分たちでまとめたスライドっていうのを作ったり、まあ、こういう取り組みを地理でやっています。あと歴史なんですけど、これは中学2年生のもので、まあ、さっき の会、うちの会っていう教員がなんか動画を作った教員ですね、まあ、やっていて、まあ、インターネットのロートを活用して作って授業を作り上げています。グループワークで江戸時代の文化を学ぼう、そういったテーマでやっていました。よく江戸時代の文化で元禄文化と化政文化ってなんか分かりにくいなとかいろいろあると思うんですよ。でそれを能動的に学ぼうという取り組みで、まあ、こういったカードをね単に一つ配るんです。グループ一つ配るんです。でそれでどうするかっていうと、その作品がどっちの文化なんだろうっていうのをこう調べてですね、噛んでみんなで調べるんですよ。で調べた後に1枚のロイロのカードにその特徴をまとめるんですね。みんなでアーダコーダーからまとめるんですよ。ただし元禄とか火星っていう言葉は絶対に使っちゃいけないっていうふうにやっています。さあみんなでねこう調べるんですね。インターネットを使うのでウィキペディアとかは禁止とか、あとそういう調べ方、どういったサイトがいいのかっていうのを自分自身でこう磨ける力っていうのがもう育成するのが大事だと思うんですけど、ちょっとここ中学2年生だとまだちょっと不安なところが、私も見学に行ったんですけどもありましたね。はい。まあ、そこは課題だと思います。で、まあ、生徒たちがこういうのを作りました。ウィキペディアとかでウィキペディアじゃなくてもいいんですけど、インターネットで書いてある文章をコピーしてペーストするだけだと1枚を超えてしまうんですよ。だからこう1枚にまとめるためにはどうしたらいいのかっていうのをこうみんなでね相談しながらやる、まあ、それも共同型学習を取り組んでいると思います。はい。で、まあ、こういったカードを作成したカードを教員が集めます。集めたら生徒全員にまた配布します。で生徒たちがグループで話し合いながら、この作品は元禄じゃない、火星だよねとかいうふうに話し合いながら分けるんですね。で分ける、ここまではロイロノートなんです。で紙にマップを埋める。で最後紙にまとめるんですけど、やっぱり紙を使わないと覚えられないよっていう声が生徒たちの中から上がりました。なので最終的には紙で書いて自分で覚えるっていうのを大切にしています。まあ、こういったのが歴史で使っている事例ですね。はい。で政治経済、これ私の授業での事例なんですけれども、はい、インターネットとロイロノートを活用して何をしているかというと職業調べ、職業調べっていうのをやっています。でプレゼン能力を伸ばそう取り組みですね。2人1組で組みます。で出席番号順に組むんですよ。仲良しペアだともうなんかつまんないので、案外出席番号前後ってその中になってほしいですね。だけどちょっと2人やんなさいっていうふうにして毎授業1組担当が決まっています。はい。で2人で職業を1つ選びます。これこっちから銀行員調べてとか言うと一気にやる気がするんですよ。だから自分たちでやりたい調べたい職業を私に相談しに来ます。相談してきたら私がこういうホームページ使いなさいっていうふうにアドバイスをするんですね。でどんなホームページを使えって私が言ってるかっていうと、あれなんですね、採用のページなんですよ。で例えば飲料水メーカーを調べたいっていうふうに言ったら、あ、じゃあサントリーの新卒採用のページとかを見ると、これどんな仕事をサントリーがやってるよってこう新社会人に向けた PR が載ってるんですね。でそういうのを見て自分たちでロイロノートのスライドにまとめなさい。で生徒に分かりやすく自分たちが聞いてもスッて入ってくるような内容ってどうなのかなとか、あとどういう内容がみんな聞きたいと思うとか、そういうのを逐一相談しながら作らせます。相談しながらって言ってもアドバイスだけしてあとは勝手に作らせるんですよ。うん、
で、まあ、こういうふうにあるんですね。で、これ遠いですよね。ここで発表してるくせにここにいますよね。だからそういう時にちょっと遠いよ、遠いよ、ここに話しなさいっていうふうにその場でアドバイスする。また終わった後にちょっと遠かったよね、変だよね、そこにいたらっていうふうにアドバイスとか、あとは、まあ、これグラフなんですけど、これ一番後ろの席の人が見えるわけないじゃないですか、ね、で、その場では見えないよとか言わないんですよ。言わないでどういうふうにするかっていうと、最終的に生徒たちの中、生徒たち自身、聞いている人たちから感想カードっていうのをいろいろノートで集めるんですね。そしたら良かった点とアドバイスしたい点2つは必ず書こうねって言って感想を集めるんですよ。そうすると中には結構シビアで後ろの方でグラフが全然見えなかったとか書くとか、あとはあの1枚のスライドに適切な情報量だったからとても分かりやすかったとか、そういうフィードバックを生徒同士でするんですよ。そうすると私がこうチクチクこう、ね、なんかアドバイスするよりもスッて入って、生徒たち同士でスッて入ってくるみたいで、そういうふうにやってるんですね。具体例をちょっと動画で見たいと思います。はい、これが様子ですね。実際にやっている時のクラスの様子です。飲料水メーカーですね。よくわかんないけど、具体的にどういうのがあるかっていうと分かりやすいかな。1個目、あ、ごめんなさい。社会保障っていうのは実はですね、これ歳出の 32%、 我々の税金がどう使われているのかというのが歳出ですけれども、その 32% を占めているのが社会保障ですよね。はい、でどういうのか、1つ目は年金です。私の父、今年から年金をもらって生活し始めてるんですけど、あの年を取ったら働くのが嫌だとか年金暮らしをしていますとか、あと健康保険、みんな風邪ひいたとき健康保険証持ってきますよね。で、あれでお医者さんにサービス受けるんですね。私よく花粉症なんで耳鼻科に行くんですけど、1000円ぐらいでこうお会計が、だから実際1000円かかってたら3000円ぐらいお医者さんに支払われる、まあ、そういったのが健康保険です。まあ、また次回の授業をちゃんとやります。で、雇用保険何かというと、実はね、私失業保険をもらったことがありますね。なんでかっていうと、転職をした時に、まあ、職がないわけですから、あるでしょ、私会社員が転職するときに次の就職先、学校の就職先とか決まってないのが辞めちゃったんですね。で、辞めてそこから就職活動ってこちらにご縁があったんですけど、その時にあのお仕事がない人にこうお金をあげてこれで生活しなさいよっていう失業保険を実はもらっていましたとかもね、また次回の授業でやりたいと思います。で、生活保護、はい、ちょっとね、自分が稼ぐお金だけでは絶対生活できないよっていう人が生活保護もらったりしてますとかね、大体こういったことをひっくるめて社会保障っていうんですけど、イメージついたかな。うん、はい。で、これ何かっていうとね、みんながもし困った時にあのもう死ぬしかないとかいう時に、いやいやいや、守ってあげるよ、大丈夫だよ、国が君たちのことを救い上げてあげるよっていうための保障、ね、守ってあげるよっていう制度が、これ社会保障なんですね。これを何ていうかというと、セーフティーネットっていうふうに言います。はい、いいでしょうか。じゃあ
プリントを見てください。当時の管理職に呼ばれて、お前福祉でしょうか。はい、で、まあ、ただマイナスのとこがあって時間がかかるんですよね、作業させるとっていうことで。でも伝えたい知識の量っていうのは減らしたくないです、ね、だから私ここは自分で覚えてるねっていうとこを作ってるんですよ。で、それテストの範囲だからってちゃんとみんな勉強するので、そういうふうに私はやっています。はい、以上でした。試行錯誤しながらやっています。なので、こういうこと、こういう場合どうしてるのとか、ちょっとご質問があったら、35分まで質疑応答の時間なので、ちょっと聞いてください。気軽に聞いてください。はい。はい、どうぞ。政府の政策は理解できたんですけれども、はい、本当にこの、なんか税のあり方が妥当なのかどうかということも考えさせるのも大事じゃないかなと思います。なるほど。技術も技術だけではなくっていうことですよね。で、そうですね。私授業で、まあ、こういった教科書の内容とかに沿った内容もやってるんですけど、新聞を使ってでなんか考えさせる授業っていうのをちょくちょく入れてるんですね。なので新聞で例えば社説とか持ってくると、もうその、まあ日経新聞とか朝日新聞とか毎日新聞とか、たまに産経新聞とか入れたりするんですけど、まあ、そういったところの記者の考え、その社の考えっていうのを読ませると、あ、こういった考え方もあるのかっていうふうになったりするんで、そういってちょっとディスカッションさせたりとかもできるかなっていうふうに思います。ただそこまで実は授業が時間取れてないっていうのが現実です。ありました。はい、
発表の時、最初の方の発表をして後ろの方グラフ見にくいよとか、うん、生徒が気づいたことと、うん、まあ、アドバイスを一個ずつ書きなさい、うん、でまあ、今の記述もそうかもしれないですけど、はい、生徒がそうやって振り返った時とか の、 その集約した意見は、うん、それはまた次の授業とかで活用してるんですか、というか発表者に対してフィードバックしてる、どんな形でやってるのかなとちょっと気になったんですけど、あ、例えばさっきの職業調べの回答、あ、感想とかアドバイスとかと、みんなが書いたカードを一回私に送ってもらうんですよ。で、私が見るんですね。で、直接送るとなんか傷つく表現とかで、まあ、あんまりいないんですけど、なんかつまんなかったとか、万が一、まあ、言うまでないけど、なんかそういった子がいるといけないんで、間に私入れてるんですよ。で、みんなの内容とかをこう組んだ上で、最終的に私がまとめのカードを作り、そのカードを作りますよね。で、あとはみんなからの本当に届いたカードそのものを一緒につなげて一手に送るんですね。そうすると発表者2人でこうやって休み時間とかに見ながら、あ、やっぱあれグラフ次回とか言ってやってるんですよ。そういった感じで使ってます。 ありがとうございました。はい、九州の上田からやってきました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ロールアウトスクールを使って社会に行くんですけれども、例えば今日の社会保障の授業だったら単発ではなくてですね、単元の中での何時間目と、はい、それの、心学校は生徒さんがお一人お一人 iPad を自分の個人の持たれてるっていうことなんですかね。あ、そうです。あ、その授業のですね、例えば今日新規ノート作成で、例えば僕だったら社会保障っていう授業の第2次というのは新規ノート作るですね。で、それをここなんかはどういうふうに蓄積されているのかなと思う。例えば提出したものをですね、はい、先生が返されたやつを、はい、今日の先生が配られた資料をもとにして全部一つのポートフォリオっていう何ですかね、一つのケースに入れて、子どもがいつでも社会の授業で例えば実習になった時にパッとそこの社会の授業の中に入れば、授業のやつが全部並んでるっていうような形になってると、よく言われるんですけど、 iPad を使って ICT をやってるとすぐ消えてしまうじゃねえか、紙でやったら残るやろうか、ファイルに閉じることも大事だとか言われるんですけど、いやそうじゃないよと、iPad を使ってロイヤルノートスクールの中にそういうポートフォリオを作っていくことによって、誰でもどこでも例えば家に帰ってでも復習もできるし、先生が黒板に書いてる例えば、板書も僕は写真撮らせるんですよ、パシッと。でそれをもうそのまま入れとけば、授業であったり見出す時に、あ、こんなやったんだ、でノートも撮らせて自分のノートも撮らせようというようなことをやって、蓄積させるようなことをしていたようなことをやってると、子供がなんかとても一生懸命やるようになったんですよね。そういうふうなノートとか、それから蓄積とかいうことの関係っていうのはどういうふうになってるのかなと。ああ、そうですね。このロイロノートをやるときに、多分ノートを作成っていうボタンがあったと思うんですね。で、そこのところに私最初にこう iPad が配るときに指導したのが、日付を書く、何月何日のノートっていうのがこうデフォルトで出てくると思うんですけど、そこに単元の私のプリントの一番太字の大きい部分のところを入れなさいっていうふうに言ってます。そういうふうにすれば、社会保障だったらこの字のノートこのノートを見ればいいやっていうふうになっているので、で、だんだん生徒たちが自分で工夫して、なんか整理整頓し始めるんですよ、いろいろノートの中身。で、別に自分でオリジナルでやってる人もいたりとか、あとノートはもう一つにしちゃって、1学期のノートは全部一つにしちゃう。で、だけど、こういうふうに見出しのところをつけておけば、あ、社会保障のやつはこれだなっていうふうに見ることができる。工夫してる生徒も、一つ一つのバラバラじゃなくて、形としてどういうふうにこう何時間の間の自分の学びの蓄積が後で見られるということですね。それができるのがやっぱロイロのいいところじゃないかなというところで、はい、ありがとうございました。一つお聞きしたいのは、久保先生がしてくださったこの模擬授業のような、授業の流れというか、タブレットの使い方が、大体どの授業、どの日のどの授業もいくつかあるパターンの中の一つのスタンダード的な使い方なのか、もしくは今日 の授業は先生がいろいろなパターンをやる中で、特にアクティブラーニングといいますか、子どもたちが主体的で、
会学びをするために適した場面だというふうに考えて、今日の場面をこうタブレットを使う学習を実施するための日としてこう考えられたのはどちらでしょう。そうですね、結構次回この次ってあの年金ってどういう制度なのかとか健康保険ってどうなのかっていうのをやるんですけど、それは多分プリント中心になります。でこの体験もこの内容だとどっちの方がいいかなっていうのを考えながら使い分けてます。で新聞記事を配布するでそこでなんか学び取るっていうのだと絶対プリントの方がいいって私は思ってます。なんで場面場面で使い分けしてます。でそれに生徒がついてこれるのかっていうのがあるんですけど、もう生徒はだんだん慣れてきたので、あ今日はそういう日ねっていうふうに感じ取ることができます。でこういうことばっかりやってるとあの知識が増えるのかっていうのもあるので、なんか理解してほしいなっていう時はこういうことをやっている。だけど知識をもっと増やしてほしいなっていう時はプリントを使っている、まあ、そういうふうにやっています。あとは全科目の全部の先生がこういうふうにやると多分生徒疲れちゃうので、そこはバランスが大事かなって。で私の中でも使う日もあるし使う日もあるしということでやってます。はい、ありがとうございます。